これは、親父さん視点か。そうね、木戸の鍵を開けて、陽太くんを追いかけてたのよね。ま、陽太くんにとっては知らないおじさんが追いかけてきてるんだから怖いだろうな。うん？さて、右に行ったけど上が気になるよね。さっき右の道へ入るのが見えたな。あ、上には行けないか。あんた絶対寄り道したがるわよね。いや絶対僕の気持ちわかる人もいるって。よし、追い詰めたぞ。お父さん、怖いって。いや、やめてよ。怯えてるんだぜ。さあ、観念するんだ。観念。逃げ回る男の子を捕まえてください。あ、鬼ごっこ的な？対象に触れることで捕まえることができます。その際、決定キー等を押す必要はありません。そうみたいね。よっしゃ、こういうの得意だからあっさりと捕まえちゃうよ。この橋に追い詰めて。そい？あっちょ、うまいこと逃げたな。ダッシュできればいいんだけどな。ふふ、それじゃあお見せしよう、スーパーダッシュじゃ。って、それただの倍速じゃねえか。ま、まあなんか意外と難しくて。大口叩いてたくせに。情けないわね。しょうがないでしょ。捕まえた。ふ、どんな問題？グダグダだったじゃねえか。助けて、連れ去らないで。え、連れ去るつもりはないけど。え？いや、どこにも連れ去ったりなんかしないよ。え？おじさん、教団の人なんじゃないの？やっぱり勘違いされてたか。おじさんは教団の人じゃないよ。用があって、イカルギ村に向かっているだけさ。ほんと？ほんとにほんと？ああ、ほんとさ。なんだろう、事情は知ってるがこのいかにも怪しい親父さん。そうね。あんまり演技が上手じゃないのかもしれないわね。まずは納得させないとね。じゃあ、なんで僕のこと追いかけてきたの？それは。あれ、ここで選択肢か。お願いしたいこと、もしくはなんとなく。なんとなくって言ったら相当危ない人じゃないの。実は、君にお願いしたいことがあるんだ。お願い？おじさんに会ったことを、村の人たちに話さないでほしいんだ。そうだね、ミレンやシュンにはお父さんが生きてることを知られないようにしないといけないもんね。うん。でもやっぱりこの発言だけ見るとすごく怪しい人に見えるわよね。なんとか納得させられるといいのだが。どうして？事情があってね、おじさんがイカルギ村に行くことを誰にも知られたくないんだ。この発言もちょっとね、誰にも知られたくない。やっぱり怪しまれてるじゃねえか。これはまずいね、完全に警戒されてる。いや、勘違いしないでくれよ。おじさんは別に怪しい人なんかじゃないんだ。ただ、どうしてもやらなければならないことがあるんだ。子供相手に納得させるのは難しいわね。よくわからないけど、わかったよ。お、なんとかなったみたいだね。おじさんのことは誰にも言わないって約束する。ありがとう。助かるよ。よかったわね。そうだ。これ、君の落とし物じゃないかな？あ、お守り。おじさん、拾ってくれたの？ありがとう。どういたしまして。これで少しは警戒も解いてくれたかな？お守りを返した。でもなんでこんな森の奥までいたのかな？よし、それじゃあ家まで送っていくよ。夜の森は危ないからね。早速出発だな。え？えって？ん？どうかした？なんでもない。僕、お家に帰るよ。ああ、一緒に行こう。なんだろう。陽太くんのこの違和感。ああ、もしかして家に帰りたくないのか？なんだろうね。とりあえずイカルギ村に行きましょ。これで上に行けるようになったのか。ああ、しかし本当に森の奥にあるんだな。館からかなり歩いたよね。そろそろ着くのかしら？あ、なんだこの穴は？大きな穴がある。いかにも怪しいけど。特に何もないみたいだね。また後で来たりするのかな？わかんないな。そして相変わらずの違和感である。伊藤さんから聞いたわ。大変な目に遭ったそうね。あれ、ここは？マヨちゃんが解放された後だな。落ち着くまで、ここで休んでいるといいわ。もしかして岸川さんの家なのかな？
私はこれから陽太を探しに行ってしまうけど、家のものは好きに使っていいから。そうみたいだね。すみません。こんな大変な時に。マヨちゃん、解放はされたが相変わらず元気がないな。そんなこと気にしなくていいの。困った時はお互い様なんだから。そして岸川さん。結構いい人なんだぜ。最初は陽太くんのことで頭がいっぱいだったんだね。それじゃあ、行ってくるわね。何かあれば、青年団の人に声をかけてね。はい、ありがとうございます。お、ってことはここから久しぶりにマヨちゃんのターンだね。ああ。って謎解きとかあるのかな？さすがに人の家だしないんじゃない？皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。